ち来い心理学。それではラジオネーム保健室のバーバさん、ありがとうございます。保健室のバーバさん、はい、美容室の方ですか、バーバーこいつ。保健室は美容院ではありません。美容院ではない。あのひらがなでバーあバーですね。あ、バーバーさんですね、はい。バチコイス、ありがとうのバチコイ返しっす。今日なんかそういうの多い。変化球多いですね。いやもう変化球も振ってきますよ今のはね。任せてください、バチコイですからね。支援学校で養護教員しています。 ありがとうございます。先日寄宿舎に入社したいけどお化けが出るから入社したくないという生徒に言われて困っています。心理学的にお化けを克服する方法ってありますか、教えていただけるとありがたいです、よろしくお願いします。なるほどですね。お化け恐怖の方で、その寄宿舎って何でしたっけ。寄宿舎だからその寮でしょ。あ、下宿みたいな、うん、でそこにお化けが出るんですね。出るらしいですね。でその恐怖で寄宿舎に行けないから、でも行きたい、どうすればいいみたいな、そういうことですかね、うん、心理学的にあるんですかこれは。それはお祓いしてもらって盛り塩すればいいんじゃないですか。まずね、確かに。あのね、いや、私ほら、科学者じゃないですか、言うても、うん。で、お化けよりも人間の方が怖いと思ってるんですよ。うん、だって考えてみてくださいよ。年間の、殺人事件の件数と、年間のお化けによって死んだ人間の数を比較したら、絶対人に殺された方が多いんですよ。なるほど。はい、だからお化けより人間の方が怖いと思ってるんですね。なるほど、なるほど。なので昔から陰陽師とかも結局さ、何かをやったら納得するというだけだから、お化けが出たらお祓いをしてればいいっていうルールがあって、それをするしたらもう出ないっていうんだったら、もうしてもらえばいいと思うんですよ。なるほど、なるほど、はい、どうでしょうそういうの。じゃあ、まあお祓いをしてもらってもう大丈夫だっていうふうになって、うん、晴れて寄宿舎に入社してもらうみたいな、そういう感じですか。で、いいんじゃないかな。ダメかな。なるほどですね。で、もしなんかその盛り塩とかしても、なんかその恐怖が残ってる場合はどうしたらいいですか。まあ、とりあえずですね、まあ、お化けに出てきていただき。出てきてもらうんです、ね。はい。まあ、一体どういった理由で、そこにおられるのかと。傾聴の姿勢でちょっとお聞きいただき、胸を張らせていただいて、無事成仏していただいてはいかがだなと。なるほどです。話を聞くってことですか、お化け。いや、俺もさ、お化けだと思った時さ、出てこやと思ってさ、ずっと待って出てこなかったからさ。いや、そうですよ、なんかありますよね、そんな話。そうね。なので、でもこういうことを考えてるから俺の方に出ねえんだろうな。いや、そうなんでしょう。うん、絶対そこ座れ、なんだよ中にも、なんじゃと思ってんだって言っちゃうからさ、うん、それは出てきたくないだろうな。そうでしょうね。まあ、だから岩田さんは別にお化けは信じてないってわけではないんです。その出てくるやつの姿勢があるってことは、まあ、うん、まあ、いたってね、いいんじゃないかなとは思いますよ。いや、そうですね、うん、だからこそちゃんと木刀を持って待ってましょう、ね、そうそう、もうちゃんとさ、ベッド上でさ、あぐらかいさ、さあ今日はちゃんと出てくるまで起きてるぞってさ、3日間起きたんだぜ俺、3日間。よく起きてますよ。3日目にもういいと思って俺ふて寝したよね。あ、そっか。じゃあ3日間出てこなかった。出てきませんでした。バチコイ心理学。はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。